セルゲイ・ヤコブレビチ・レメシェフは、ロシアのリリック・テノール歌手。レメシェフは、農家の家に生まれ、父親別れを靴屋にしようと考えていた。1914年に、教区学校を出たレメシェフは、サンクトペテルブルクで、靴作りの修行をし、トベリの学校で声楽の訓練を受けて1917年に、卒業した。その後、モスクワに移って、モスクワ音楽院に学び、 1924年、コンスタンチン・スタニスラフスキーのオペラ・スタジオで歌った。1926年から1931年に、かけて、エカテリン・ブルク、ハルビン、トビリシの劇場で歌った。1931年、レメシェフはボリショイ劇場に招かれてデビューし、劇場のソリストになった。柔らかく美しい声に加えて、豊かな表現力、明快な発音。 卓抜したピアニッシモを身につけ、一つ一つの役柄を掘り下げてゆき、1931年から1942年にかけて一世を風靡した。コンサートでもロシア民謡などで優れた歌唱を聴かせた。1938年には、チャイコフスキーの100の歌曲すべてを公開のコンサートで歌った。ラジオでロシア民謡が放送されると、さらにレメシェフの国民的な歌手としての地位が、 確立された。毒祖戦が始まると、レメシェフに重大な危機が訪れた。避難の最中に悪性の肝房にかかったことが原因となり、肺炎を2回起こし、胸膜炎と右肺の結核を併発した。彼は人工気境の治療を受けたが、そのために片方の肺が巨脱した。歌うことを禁じられていたにもかかわらず、レメシェフは、 自らのテクニックを一層意識的に構築し、1942年から1948年にかけては、巨奪した一方の肺を人工的に細胞を調査させている状態で歌い続けた。この期間に彼は、ラクメ、雪娘、真珠鳥、モーツァルトとサリエリの全曲、セビリアの理髪誌や、リゴレットから数曲を録音した。1947年。 レメシェフはベルリン国立歌劇場に演奏ツアーを行った。イワン・コズロフスキーと並んで、レメシェフは1956年までボリショイ劇場を代表するテノールだった。レメシェフのレパートリーはロシアオペラが主であったが、フランスオペラもかなり重要な比率を占め、一方、イタリアオペラやドイツオペラを歌うことは少なかった。ほとんどすべての作品はロシア語で歌われている。 レメシェフは数多くの舞台で歌ったにもかかわらず全曲録音されたものはほとんどないと言ってよくリゴレットの公尺やセビリアのリハチ氏のアルマビーバ伯尺のように抜粋しか残っていないものが多い。などレメシェフの有名な持ち役はチャイコフスキーのエフゲニー・オネーギンのレンスキーで彼は1927年以降500回以上この役を歌った。最後に歌ったのは晩年。 3回も心臓発作に見舞われ、片方の肺を失っていた70歳の誕生日だった。ありがとうございます。